ロク・ベンコビッチは、スロベニア、リュグラナ出身の元スキージャンプ選手。ベンコビッチは1997年、11歳の時、スキージャンプを始めた。2003年のノルディックスキージュニア世界選手権で、個人、団体の銀メダルを獲得し注目された。2005年の世界選手権では2月19日に行われた、ノーマルヒルで、 スロベニア人として1991年のフランチ、ペテク以来二人目となる金メダルを獲得した。翌日のノーマルヒル団体では、スロベニアチームの銅メダル獲得にプリモジュペテルカ、ユーレボガタイ、イエルネーダミアンと共に貢献した。ラージヒル個人では5位、ラージヒル団体では4位となった。2005年にプラニサのフライングで226メートルを飛び、2007年に、 ロベルト・クラニエッツが229メートルを飛ぶまで、スロベニア記録を保持していた。2006年のトリノオリンピックでは、団体10位、ノーマルヒル個人49位、ラージヒル個人29位だった。2007年5月、モチベーションの低下を理由に21歳で引退を発表した。ありがとうございます。